ただくのは古川あさみ先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、あさみ先生、今回のテーマをお願いいたします。はい、今回はお手軽簡単なお弁当レシピを作っていきたいと思うんですけれども、はい、その味の決め手となるのがこちら、くばらさんのあごだしつゆです。くばらあごだしつゆは素材の旨味を引き立てる自社火入れ醤油の丸みと、焼きあごだしを2段階で抽出した上品な旨味と強いだし感が特徴。ご家庭の食卓で1年を通して大活躍の本格的な万能つゆ。うどんやそうめんはもちろん、だし巻き卵のちょっとした味付けや唐揚げの下味に使うと旨味がぐんと際立ち、いつものお料理がワンランク上の味わいになります。私ももう本当に愛用してるんですが、うん、お料理が美味しくなりますし、便利で万能つゆですよね。僕も絶対冷蔵庫の中入れてるんですけども、うん、今日はすごく楽しみです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あごだしつゆで決まるお手軽弁当、一品目は和風ツナマヨおにぎり。材料はこちらを準備。先生、まずは何からしましょう。はい、まずはおにぎりの具材をですね、ボウルで混ぜていきます。はい、まずツナはしっかりと油を切るっていう、かつお節も、はい、結構たっぷり入ります。たっぷり入ります、はい、そしてでマヨネーズ。マヨネーズ、あー、マヨネーズもやっぱり美味しくなりますよね。ちょっとシソが入ると香りも良くなりますよ ね、はい、そしてこの味の決め手となるこちらの、はいはい、あごだしつゆ、いきます。お、よし、これで完成ですよね。あとは混ぜるだけ。はい、はい、うわー、これは美味しくなりますよ。相性抜群のツナとマヨネーズにさっぱりとした青じそがアクセント、和風ツナマヨおにぎりの完成です。あごだしつゆだけで決まるお手軽弁当、2品目は明太卵焼き。材料はこちらを準備。さあ、続いては卵焼きということで、はい、もうこれは簡単ですよね。簡単ですよ。まず卵だけで切るように混ぜた方がいいです。はい、わかりました。じゃあ卵を切って混ぜます。はい、混ざりましたね。はい、はい、混ざりました、はい、そしたらここにお水を入れます。お水ですね、はい、はい、そして味の決め手となるのがあごだしつゆです。はい、いや、これが入るだけで、うん、本当にぐっとこう本格的な、そうなんですよ、お店のようなね、そうなんですよ、卵焼きになるんですよ。じゃーん、よし、よいしょ、ポンと、うん、あ、そんな感じね。おいしそうですね、お出汁のいい香りがする。しますね。うん、あと2巻きぐらいいきましょう。はい、でもこれここに、はい、はい、いきます。よし、はい、で卵の下に入れまして、これは見た目が大事。えよいしょ、あ、いいんじゃないかな。できた、できた。彩りも鮮やかな卵の優しい甘さと明太子の旨味を感じる一品、明太卵焼きの完成です。あごだしつゆだけで決まるお手軽弁当、三品目は味付け簡単、あごだし唐揚げ。材料はこちらを準備。それでは三品目、唐揚げ、はい、まずは何からしていきましょうか。もう簡単ですよ、はい、袋にですね、はい、袋に鶏肉を入れて、はい、で、でここにあごだしを入れます、はい、決め手のあごだし、はい、これだけです。これだけですよね。これだけなんですよ、なんと、もう失敗しないはずです。いやー、ね、で、これで揉み込みますね。はい、で、このまま30分ぐらいですね、はい、置いてあげると味が染み込んでいいです。めちゃくちゃ簡単。そうなんですよ。で30分置いたもの、むちゃくちゃ楽。ありがとうございます。で、そこにもう片栗粉を入れてしまったらもう超楽ですよ。ですね、まあ、半分ぐらい入れてみましょうか。適量って感じで、うん、半分ぐらい入れて、で、私はですね、このふわっと閉じて、あ、はい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 、やります、やります、やりますか。こう洗い物がね、
唐揚げ慣れてる感じですね。はい、その通りです。絶景。絶景。最高ですよね、本当ね。この揚げ物の風景って。山に匹敵するぐらいの絶景ですよ。山。そんぐらい美しくないですか。美しいです。ねえ。出汁が効いた上品な美味しさに大人も子供も満足。味付け簡単、あご出汁唐揚げの完成です。あご出汁つゆだけで決まるお手軽弁当。4品目は人参しりしり。材料はこちらを準備。4品目、まずは何からしていきますか。はい、はい、人参を千切りにしていきましょう。はい、ちょっと太いけどいいでしょう、ね、ある程度炒めたらいいと思う。しんなりするし。でこれですね、あんまりこう食感がなくなりすぎるまで炒めない方が美味しいと思うんですよ。はいはいはい、うん、少しもしんなりしてきたら私も仕上げにかかっていいと思ってまして、はいはい、ここであごだしつゆを入れていきます。もう味はこれだけ、はい、うん、野菜めがけていった方が跳ねなくていいですよ。はい、うわあ、あ最高の香り、はい、うわいい香り、はい、溶き卵、はい溶き卵、はい溶き卵で絡める。うわうわいい匂い、うわいい香り、うわふてえけどうまそう、美味しそう、すごいいい匂いですね。一口食べれば人参と卵の自然な甘さに思わずほっこり。人参しりしりの完成です。みんな大好き人気レシピを集めた簡単お手軽弁当。それではいただきます。いや簡単にできたのにすごくいい弁当ですね。ほっと美味しそう。作る時からね、あのあご出汁というのいい香りがたまんなかったんですよね。じゃあ早速私、はい、おにぎりからいただいていいですか。いただきましょう。うわ美味しい。やっぱり最初に来るのがあごだしつゆの香りですね。本当に上品な香りと、みんな大好きツナマヨ、そして爽やかなシソがふわっと香る、うん、いやちょっとおしゃれなおにぎりって感じ、ね、混ぜ込んでもいいですし中に具として入れてもいいですし、ね、で続いて卵焼きですよ。お弁当の定番といえば卵焼き。これはちょっと今回は明太子を入れたバージョンで、うん、あこの明太子のちょっとこう辛みと、またこのやっぱりあごだしつゆが入ることで上品な、なんかお店の卵焼きみたいな感じです。やっぱだしがいいですよね。ワンランクツーランクこうアップしてくれますよね。じゃあもう唐揚げをいきますよ。もうこれもむちゃくちゃ簡単でした。うんうん、うん、うまっ。これもあごだしつゆだけですからね、うん、なのにこれだけうまみが強いってやっぱあごだしの力ですよね。もうこれもすぐ家に帰って作りたい、ね、おいしい。とってもつゆ入れて30分待って揚げるだけですかね、うん、米にも卵にもお肉にも合うっていうのがすごいですよね、うん、じゃあ今度お野菜ですよ。行きましょうか。ちょっと太いですけど、ね、美味しそうですよ、うん、うん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 、いい食感じゃないですか、ね、甘みはねもう人参が持ってる甘みだけで、やっぱこのあごだしつゆが野菜とも合うんですね。これすごいな。いや今回だって、はい、あごだしつゆだけで全て味付けしてるんですけど、はい、うん、だからといって全部が同じ味になってるわけじゃないんですよ。そうですよね。そこがすごい。やっぱもう素材の良さを引き出しつつ、うん、うまくこうマッチしてるんですよね、うん、そうなんですよ。もう本当一本あれば味がパシッと決まりますし、うん、和洋中いろんなものに合うのでものすごくお家でアレンジしやすいと思います。いや本当に万能本当に万能だっていうのを今日改めて実感しました、うんうん。